もつかハッピーです。どうもたまっぴです。はい、というわけで始まりましたハレリオコンバット2、はい、ボリューム4ということで、今日はですね初出演タオさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。タオさん、まあね、最近ね、トーナメント出たりしたところで、はい、福岡から。はい、そうですね、はい、大阪で最初働いてて、うん、で次福岡に移動して、今やっと念願のトーナメント出た。あ、念願だった。はい、はい、いやもうね、地方からすればね、うん、聖地、トーナメントセンターは聖地と、はい、300人入るあんな場所なかなかないっすよ。あ、なるほど。うん、実際見てどうですか。もう熱気がすごくて、うらやましい。最初見た時にジェイスがあるフィーチャーエリア、あそこに僕一回座ったことあるんですよ。初めてトーナメントセンターに出た時に、うん、一番テーブルであそこ座って、いや思わず写真撮っちゃいましたね。今回はね、あのラムニカの検証カードを使って、はい、スタンダードをやりたいと思うんですけど、はい、まあ、スタンダードカードって結構ガチで集めると結構高いカードが、まあ、そうですね、多くなっちゃうということで、はい、まあ、今回ですね、そんな今からスタンダードを始める人にもおすすめの格安スタンダードのデッキで対戦を報告します。いや、格安スタンダードなんですけど、はい、安いとパワーが落ちるみたいな、うん、まあ、あるじゃないですか。まあちょっとシナジーがあんまり組めなかったり、はい、大丈夫です。大丈夫、心配なく。ご心配なく、はい、ですね、それぞれのカードを持ち味を最大限に生かしていく準備してます。はい、今回使用するデッキは、青白のアゾリウスデッキと白黒のオルドフデッキということで対戦していきたいと思うんですけど、はい、まあどんなデッキなのか、この後対戦をお楽しみということで。なるほど。それでは、ですね、早速対戦に移っていこうと思うんですけども、この動画を見て、面白かった、良かったと思った方はぜひチャンネル登録やコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは対戦の方よろしくお願いします。じゃあダイスロールしていいと思います。ダイスロール、福岡式のダイスロールとかあります。福岡式のダイスロールないですね。バンコク共通でしょ。ないよ。10です。東京ね、うん、やり方あるんですよ。例えば、なんか使った。勝ち。全然。いや、まあいいな。いやー、際どいんですけど、キープかな。うん、ちょっとタップインが多いんですけど、キープしたいと思います。マジで。あ、そう。というわけで、今回はですね、ここでキープしたいと思います。やっぱりこのカードがね、かなりキーカードです。キーカード、はい、こういうこのカードを使って、まあ、こういうね、大きいクリーチャーが、まあ、化けるという感じになってます。はい、じゃあ先生していきますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあトッピングでおしまいです。はい、というわけで、放棄された聖域、聖域、はい、まあね、これ、こっちもじゃあ、タップインとオシロランドということで、まあ、安いデッキだったら、こういうタップインランドが活躍するなと。2色出ますか？いう感じで、はい。違うタップイン、はい、おしまいです。お、ドロー。では、一応、今まで、陽光浄化書。はい。はい、出たときに、クリーチャー1体対象するとか、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、何もしない。まあ、とりあえず今、何も。はい、一応、2マナ1音です。はい、おしまいです。硬い。まだ一応。タップイン。はい。これ。サクルト。クリーチャーを生むタップインなの。今だ一応。やばい。おしまいです。殴れなくなった。棒は持ってない。飛んでそうな見た目はしてる。これね。いや、こいつさ、接種持ってるのに、死んだと遠くに出てくるの、はい、めちゃくちゃ強いよ。そうそうそう。やば。うん。だが、こちらもね。1マナ03、03死の守り出ました。はい、2マナ逃亡者梅沢哲。なるほどね。はい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 、はい、で、パーカータネスが1以下であるクリーチャーブロックされない。はい、さあ、じゃあ戦闘でアタックします。バシッ、はい、19です。おしまいです。はい、めっちゃかっこいい BG 多分ね。SE がバシッバシッ、いやいや1点だけなの。そうそうそう。このターンはこちらに行きます。3人、これレアですよ、レア。いや、真夜中の死神。これ今、ゴルガリでも使われてるような、すごいいいカードですね。いや、これ、格安デッキと言われには結構高めのカードなんですよ、これ。強い。強い。お値段は安いかもしれないけど、強い。こちらに使えて。じゃあ、はい、ブロックできないんで、じゃあアタックします。はい、じゃあ1に受けます。はい。はい、残り19。はい。おしまいです。
指導します。しゃあ、ではここで満を持してくらえ限界耐性。え、何これはってはい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 、僕のクリーチャーですね、パワーじゃなくてタフネスの等しい点数をですね、はいはい、まあ戦闘ダメージを割り振るということで、このタフネスがまあ実質パワーになるという感じになりますので、3-3-3-3-4-4とブロックできない、しかもパワータフネスはもともとは1以下なので全員ブロックできないと、はい、お前がじゃあ戦闘アタックします。失礼します、はい、3-3-4-10、はい、残り9、おお、パチッ、そしてさらに1万3000、はい、なかったよりもびっくりおしまい。しかもね、なんかメリット能力一応ついてるからねこれ起動することあんのかな、分かんない、やばいっすね、何もできないゆえおしまい。はい、じゃあします。でもこれはね、行くしかない、行くしかない、ラッチします。かかったな、あっ何これは、最後の支配、呪文を唱えるための追加コストとして、うん、5点のライフを支払うか、クリーチャー1体かエンチャント1つ生き下げるので、うん、コストでこれを支払います、はい、で、死んだので死後が誘発して、うん、対象はこれを出します。じゃあトークンが、1-1-1-1スピリッツとトークンが出ました。で、これは破壊、はい、で、クリーチャーが死んだので、はい、1点払って、8、1枚ドローします、はい、で、ブロックします、できるの、はい、はい、で、でも、まあ、でかいでかいのでこうですね、はい、はい、じゃあここが1になって、はい、こっちこれが1で3点、はい、残り5で、残り5でこれが死んだので、はい、1点支払って4になりました。でトークンじゃないクリーチャー、テンクルクリーチャー自分が死んだので1枚引きます、はい、トークンじゃないクリーチャーだけ勝つ、はい、これだけが命です、これが、はい、はい、残りが4になりました、はい、じゃあ2で5-5-2-5-5ですはい、おしまいです。この時エンチャント触れるのか、どうだろう、エンチャントが触れないと死んでしまうか、どうしどうか、お、はい、3-7-2-1 死後2、死後2、こいつは結構強い、飛行が2体、うん、おしまいです、死んだら飛行に、はい、こいつは結構強そう、強いですよ、よし、じゃあ先手やります、はい、アタックです、じゃあこっちをブロックして1万払って何もありません7点の、はい、負けました、いや強いね、強い強い、さすがに1万3歳に2万4-2万5-5ナガティブもびっくりじゃあ7枚7枚です、いいっす、先手で今度こそ、うん、まあ、おで、いいバランスでスキップしたいと思います、はい、こちらもキーカードはないんですけど、まあ、また探せるカードあるのでこれでキープしたいと思います、はい、じゃあお願いします、お願いします、トップイン、はい、おしまい、こちらもアザレスの上でもおしまいです、やっぱり2ターン目はタップインの展開になりがちです、うん、じゃあ2ターン目に、はい、クリこちら、はい、おしまいです、1-1-1から2-2が出る、はい、じゃあどうします、早く進化欲しいな、はい、で、そしたらどうしようかな、ここはじゃあ0-5優しくキャッチ、はい、殴れない、はい、死なせないよ、死なせない殴れない、僕ら平和主義なんで、クイーンを置いて、はい、1-1-1、はい、おしまいです、 OK です、どうします、こちらもまあガッチリ固めていこうかな、ここはこれか、なんで勝ってしまっちゃったけど、今ので、はい、2、3、4、5、じゃあ1枚取って、はい、私ね、あのサクでしょ、ちょっと前はね、3枚までしか見えなかったけど、うん、4枚出れてしまう、まあ、総裁だけどね、はい、はい、で、1枚で、結構ね、はい、デッキ軽くてやりやすい、1枚です、しかも、地上はがっちり固められてしまう、うん、ドローします、お、引くまで結構キーカード引くまで時間作ってくれるのがいい、そうですね、粘り強い、3マナ、うん、こちら死後2、飛行が出るいいクリーチャー、はい、タップインしておしまいです、タップしてドローします、で3マナで、はい、これラインでこの2-1はちょっと
ダメ。後々めんどくさいので取られます。取られます。はい、取ります。で、これタップインして、はい、おしまいです。はい、ワンタップしますどうします。はい、お、これキーカードでは、お、マジっすかキーカードでは奇病作りし、お、出して一体作り、一体生贄に捧げてください。お、かわいいか、はい、じゃあ俺はこれ好きですね。これします。22出まます。損しない、損しない、損しない。ティーチが信じて22が出る、はい、で2マナ、はい、こちらのキーカード、お、え、忘れられた匂いの僧侶、はい、こいつはクリーチャーに体験してあげると、望む数のプレイヤーがそれらのプレイヤーはそれぞれ2点のライフを失い、クリーチャー1点生贄捧げ、あなたは黒黒を加えカードを1枚引っ張る、お化けカード。何でも持ってる。すごいです。これ望む数のプレイヤーなんで、多分 EDH で全員とか対象で、るこれで、これ探るとトークンが出る上に、そうです、僕がむちゃくちゃにされる。そう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 。やば、これちょ、こんなやつに使ってる場合じゃないか。取っとくべきだった。取ろう。えいっ、じゃあ、なんか守り固めよう。はい、4マナ17。でかい。さらに、はい、03、おしまいっす。出します。キーカードが来た瞬間にね、5557733みたいになっちゃうから、うん、どうして限界再生引くと無茶苦茶される。なるほど。じゃあ4マナで、はい、執念深い吸血鬼。お、こいつは血の原理ですかみたいなやつです。そう、5連するやつか、はい、5連するやつ。うお、で、え、めちゃくちゃ、ここでタップして、はい、これか、うん、これを生贄捧げて。で、死んだので、はい、ライフリンク出て、対象はそちら1人、はい、で、これでこっちは生贄、望む数のプレイヤーはそれぞれ2点のライフを失い、クリーチャーに生贄捧げて、はい、じゃあ 18? 18になって、じゃあこの精神クリーチャーに生贄捧げた、ロスで、僕は黒黒を加えてカードを1枚引く、はい、ドロー。おで、多分死んだ、そうだ、死んだので2点のダメージを与えて16になって、はい、僕は2点得ますね、22。うわやばい、あいつなんとかしよう。で、土地置いて、うん、おしまいです。やばい、これ、相手攻撃しなくてもこっちがバロボロされていく。くー、土地引くが、うーん、テスコ出します。テスコ出た、ブロックできなくなった。なんで、こいつだけ殴るか。こいつがアタックします。アタックします。ブロックできない、はい、じゃあスルーします。スルーして、じゃあ、パンプ、パンプして、2点、ここ1回使って、4点、はい、18になりました。もう1にして、はい、で通ったんで、はい、フォローして1枚してます。はい、はい、で、おしまい、はい、ちゃんとタップします。そしたら18、16です。おしまい、どうします。ヒュッ、もう1回使っちゃう、使っちゃいます。お、使っちゃった。はい、で、ね、クリーチャーを1点下げて、これどうしようかな、返してほしい。いや、返すとめちゃくちゃされるんで、返してほしい。1-7、そんなに大したことないけど、1-7は0個も一緒だ。一緒だろ。じゃあ2点のライフと、はい、これ2点、4点のライフ、14から12になったら12になって、12になって、で、僕が2点ゲインして20で、ワンドロー、はい、で、今黒黒いってる。お題ソークスはなんかね、コンボ感あるよね。コンボ感あるまだ、まだ浮いてる、まだ出す。黒黒使いました。はい、まあ、いいや、こっちを出します。はい、うわ、なにこいつ。クリナリアのチャーリー体験下げると、あなたの墓地からクリーチャーカードに行きましょうし、それを戦場に戻す。こいつも作りたい。はい、さらにこいつらまた戻りになるという感じが、はい、これ間違えました。引きにこっちを置いとけばよかったですね。あ、墓地解放、墓地解放、はい、墓地解放。こいつはそう、死んだら2、死んだら2、これ、ね、先に貼っとけばね、2入れたんですけど、ちょっと間違えました。おしまいです。やばい、今後無茶苦茶にされていく未来がすごい見える。でもこの馬で殴っていくしかない。アタック馬するでしょ。じゃあダメージ計算の前に4点、2回使って4、1にして4点、はい、ライフ減らない。16でドローして、はい、1枚捨てると。じゃあ、はい、テスコ捨てます。で、2マナで可能性の泳ぎ、はい、うまい、来い来い来い、うん、うむ、うむ、来ない、はい、えい、1枚です。はい、ちゃんとタップします。ドローします。はい、キュッ、おー、なるほど、なるほど、なるほど。まあね、
相手をいかに、相手のクリーチャーいかに殺さずにダメージを取っていくか。そう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 。こっちはね、こっち側。こうして、4マナ。めっちゃ死にたがりだからな。これで、はい。お、1、1の兵士トークン2体。はい、出します。はい、ぞ。はい。4マナ作ると、はい。一度の兵士トークンが2体。2体出るということは、むちゃくちゃされていく。使います。2体、作ります。いや、なんかどうしようかな、どっち作ろう。いや、こいつは返したくないから、はい、お、ダメージ創生があったふどうしようあ、テストね、さっき捨てちゃったんだよ。2点、2点で4点、うん、8で、2点ゲインして18、はい、で、ドローして黒黒わ、気持ちよさそうだな意識しちゃう黒、うん、白で、はい、黒白無慈悲な隔離台、はい、隔離台を追加して今、しなくていいかおしまいです。引け、頼む。うん、引かない。こっちもね、キーカード引きたい。引きたい。よっ、どうぞ、メインで。探しに行く。で、ちょっと、これ、毎ターン1体死んでくる。相手何もしないのに、1体は増えていく。殴らないと勝っちゃう。やばい。出ました。はい、1だな。はい。で、1点アタックしよう。はい、はい、17です。つまりです。はい、じゃあエンド時にウィスパー起動します。うん、でこの2体に使います。これってよかった？クリーチャー2体に使います。はい、自分も、OK、で、墓地からこいつを戻したい。うん、はい、じゃあ2体死んで、いやー、ライフ6。6の19。さらに2体死んだんで、ゾンビ2体。うわ気持ちいいやばい。じゃあ、タップしまーす。どうしまーす。え、これもしかしてもう死んじゃうかな。どうだ。え、ちょっとそんなまだそんな簡単にしないと。もっと気持ちよくさせてくれよ。気持ちよくさせてくれじゃあ、起動しまーす。はい。2体死んだので、4点で。2じゃん、これも。21。で、黒黒を産んで、1枚ドローします、はい、これ死んだんで、22ゾンビと、これで22ゾンビ出まーす無限か無限に巻いてる黒黒使いましたマジで死なないごめんなさい、信用いたしまーす、はい、これでアタックで、1体しかブロックできないできないので負けましたイエースいや、かなり気持ち悪そうだいやー面白い面白すぎるぞはいというわけでオルゾフデッキ対アドリフデッキという、はいまあ、こっちはね限界耐性っていうキーカードをもとに、はい、まあ確率の高 いや強かった、はい、強かった1マナ、ね、0さんからね1マナ3歳変わったりとか2マナ5になったりとかいやもう中っていうとは何だったのか、うんまあその代わりね、限界訂正引かないと結構大変なんですよね。そう、徹子とのシナジーも強い、うん、ブロックできないって、7点とか言われてるパーパーっていうか、ダメージでかいダメージがでかい、そうでかいのにちゃんと許してくれないからなるんで、はい、そこがすごいと思う、はい、モルドフもね、さっき言ったように死んでは蘇る死んで回るとね、すごい楽しいんですけどねやっぱシナジーデッキなんでどうしてもね単体1枚1枚がね、なかなか脆かったりして難しいところはありますね、うん楽しいんですけどね、すごいまあね、そのデッキだったらね、もっとまあ、このデッキ入ったんですけど白黒のね、2、1の展開みたいなカードですかそうそうそう送信とかね、ちょっと惜しかったですねタフさんがなかなか超えられなくてちょっと苦労しました屈辱とかそうですね、うん、まあ、安いカードでもね、もっといいカードいっぱいあると思うんでひな形みたいなデッキなんでなんか、もし使ってみて、はい、こうしたいなっていう改良も結構しやすい感じになってるかなと思います、はい、僕の方もね、これ今アゾリウスのデッキで、まあ、青白の2色なんですけど、はい、そのセット2019でカデスっていう、まあ、伝説のドラゴンがいて、はい、そいつもタフネスで、そうですね、ダメージ与えられるだから、で、それを入れて8枚対戦してやるっていうのも全然いいかなと思います、はい、このデッキ本当に安くて2000円台と楽しいお互い2000円台だ、はい、マジで安くても結構遊べるんだという感じでやっていきました、ね、今回はリーズナブルデッキということで、まあ、ちょっとパワーカードパワーの抑え目だったんですけども、まあ、楽しくねやれたと思います、はい、今回ね、ギルドモンド使って、そっちをね、はい、伝えたんですけど、まあ、
持ってる人でショックランドでもいいですし、はい、ディナイリアのランドでもいいですし、改良もできると思います、はい、なんで土地はね、モダンでも活用できるんで、まず改良するんだったら土地からをおすすめしたいですね。ショックランドがね、今スタンダードにあるって結構すごいいいことですね。お安くなってる、はい、スタンダード以外にも、まあ、今どんどん拡張できるというか楽しめるんで、はい、行ってみたらいいかなと思います。今回第4回カイリアコンバット2は、以上になります、はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。